はい、皆さん、こんにちは。日本ジャックです。今日は4速で走る人をインタビューします。ジャックだ。日本ジャック、日本ジャック、日本、日本ジャック。伊藤健一です。あの4速走行という競技やってます。あ、4極競技ですか。4速競技4速競技4速競技4速走行っていうスポーツをやってます。じゃあ質問してもいいですか。はい、どうぞどうぞ。いつ4速で走り始めましたか。12年前にあの動物園に行った時にパタスモンキーっていうすごい速く走るお猿さんがいて、でそれを見て、ああこんな感じに走りたいなと思って、で公園で走ってみたら結構速く走れて、だそこから4速で走り始めました。猿って何ですか。猿、モンキー、モンキー、こういうやつ。俺がお猿さんがすごい好きで、うん、で4速走行やってるんですね。猿ですか。猿です。お猿さん好き。僕は犬が大好き。あ、犬ね。あ、犬も大好きよ俺。うん、犬は飼ってますか。ああ、勝てない、残念。毎日、どのぐらいの間、どんつくで歩きますか。1日6時間、まあ3時間ぐらい競技場で走ったり、で、その後ジム行って、まあ4足歩行の筋トレやったり、で、家ではあの4足で生活したりしてるんで、まあ大体 6時間ぐらいかな、うん。うん。こうやってね、座ったり、家で。変な人でしょ。ちょっとじゃない。肩とか背中痛くないですか。それはすごいグッドクエスチョン。あのね、背中とか肩は痛くなくて、結構ねこれやってるとすごい 痛くないですかってよく言われるんですけど、ああ、背中とかこう腰痛とか肩こりは2足の特病で、ちょっと難しいかな、特病、2足の人がなる病気で、4足歩行にはこう背中が痛くなったり肩が痛くなったりっていうのはないんだよね。うん、両手に豆できてませんか。これ見て見て、これおお、肉球わかる。肉球みたいじゃない、これあのライクアドッグ、ライクアドッグで、ここちょっと触ってみて、すっごい硬いの。硬いでしょ。ここが手の前足のかかと部分になる。だから硬いんだよね。真ん中は大丈夫ですね。うん、真ん中大丈夫。こことここだけ。家族はあなたの走りについてどう思ってますか。あのね、あのすごい応援してくれてます。で、あのこの4足歩行ってすごいエクササイズ効果もあって、僕のお父さんとかは家であの僕みたいに4足歩行で歩いたりしてます。だからすごい応援してくれてます。僕は外で走ることもありますけど、お父さんは外では4足しないね。うん、4足で走ってない時は何をしますか。あ、4足で走ってない時、一応会社をやってます。会社の経営をしてます。あ、会社やってます。どんな会社ですか。今はあの太陽光発電、太陽の力で電気を作って、でそれを買ってもらうっていう仕事をやってます。何があなたを駆り立てますか。お猿さんかな。あの俺はお猿さんがすごい好きで、例えばジャック君、好きなあのスポーツ選手とかいる。テニスのなんていう選手、名前わかんない。例えばさ、そのテニスやっててかっこいい選手いるでしょ。だから こういう風にな、あの選手みたいになりたいなって思うじゃない。でそれと同じで、僕はお猿さんが好きで、お猿さん見て、あんな お猿さんみたいな感じに走りたいと思って、で始めたんですね。だそのお猿さんになりたいっていう気持ちがあの僕 あの4足走行の熱を駆り立てますね。はい。体を変化できるとしたら何になりたいですか。やっぱお猿さんに変身してみたいなってあれありますけど、あとあれ、あのスパイダーマンとか、
なんかちょっとスパイダーマンもこうやるでしょ、これでシャーシャーとやって、でなんか空とか飛んだりするの、うん、すごい楽しそうね。スパイダーマンに変身します。どんなことで幸せを感じますか？幸せね、そうだね、やっぱり記録が縮まった時とか、あとどうだろうな、あと動物園にお猿さんよく見に行くんですけ どあのお猿さんと目が合った時とか、うん、そういう時に幸せ感じます。目が合った時ですか？そうそう、なんか気が通じ合ったみたいな。本当は目合うとなんかあっちもなんか怒ってくるんですけど、でもやっぱねこう 目を見て話すとなんか気持ちがいいでしょ、うん、だからそういう時に幸せ感じます。どんな時で悲しくなりますか？ね、悲しくなるのは雨の日かな。俺あの練習雨でもあのレインコート着てあの練習するから、もう雨の時練習するのはめんどくさいからね、雨の日はもう悲しいね、うん。あ、そうですか。雨降ってるがちょっと難しい、うん、そう、雨、あともう雪も嫌い、うん、雪が好きです。雪好き、うん、雪がさ、こう積もると、うん、こうやって走ってると手冷たいんだよね、うん、雪冷たい、なんで好きなの雪？あのこのぐらいあるにこれやるが全体入る、うん、楽しいね、ガシャガシャったね。世の中を変えることできるとしたら何を買いますか？もうあのね、僕すごい嫌いなことがあって、それがね、歩きタバコ。あのタバコをさ、こうやって吸ってこういう人いるでしょ。僕もそれがすごく嫌いで、こうやって吸ってるとね、僕こうやって歩いてると このね、これがね、ここで当たってすごい怖いの。だからまあもし世の中変えることができたら、あの歩きタバコをする人をなくしたいですね。おお、なるほど。そう、歩きタバコ嫌い。うん、俺も暗い。あ、でしょ。何かアドバイスはありますか？アドバイス、なんだろうね、僕もやっぱりこう夢をずっと追ってて、あのずっとうまくいかない期間がもう5年間6年間ぐらいあったんですけど、やっぱちゃんとこう練習して夢に対してちょっとずつ進んでいけば、ちゃんと成功すると思うので、やっぱうまくいかなくてもちゃんとその夢のことについて毎日取り組むってことが重要だと思います。はい、皆さん、四足で走ってみましょう。ほいやー、前にちょっとジャンプして、左右、パン。はい、やってみる？ちょっとやってみようか。